ナマステシッシーです。現在バラナシ駅にいます。バラナシにはだいたい1週間ぐらい滞在して、今からついに念願のブッダガヤに行こうと思います。ブッダガヤに行くまでにはバラナシからまた夜行列車、ちょっと2回目なんですけど、どんな感じなのか夜行列車のレビューもしていきたいと思います。では行ってきます。Second way closed, we're going on third way. Yeah, professional. Professional. I know the Varanasi way very well.すごい、みんな地べたで座って休憩してる。何ここ、ほぼ家やん。面白い、インドの駅。いやもうインドの夜行列車分からなさすぎて、駅員さんとかいないから、警察官の女性2人と受付なのかな、一応このレセプションでこの女性に聞いたら、プラットホーム1番に着く電車が来るそうなので、そこで待っててって言われてました。なのでちょっと今からご飯でも買って電車待とうと思います。ちょっとこのアナウンス聞こえますかね。めっちゃバカっぽいゲーセンみたいな音する。バパーってなんかパチンコ屋さんみたいな音する。誰この音選んだの。さあ行くぞ。あーじゃあすげえ、もう毛布持ち込んで家みたいに寝てしまっとるやん。この駅の中にある売店で夜行列車の中で食べるお菓子買っていこうと思います。このスイスロールがめっちゃうまそうなんで、これちょっと頼もうと思います。このスイスロールめっちゃうまそうだったんで、買ったら80ルピー、ちょっと高めですね。2つ合わせて100ルピーだったんで150円。じゃあ電車がやってきましたが、自分の席がどこかわからんっていう。一応全部予約席なんで、自分が予約した席に座るんですけど全然わからん。自分の席番号がわからなさすぎて、この辺におるインド人に聞いて案内してもらってます。やばい、もう出発時間まで迫っとるから急がな。多分この辺牢屋やん、ほぼ。どうやら僕のシートに、インド人が勝手に座ってたようなので、ちょっと待ちながら僕の席をどいてもらおうと思います。今この左上に見えるのが、本当は人が乗る場所じゃないけど、みんな乗ってますね。ここに荷物置きにみんな荷物置きにこの上に寝そべってる感じですね。いやーこれぞカオス、インドの夜行列車って感じ。ついに出発と思ったら、なんか歌歌ってる人にみんなお金あげてた。こうやって今自分が電車で移動しとる、どうでもいいような地域でも一人一人の人間が住んどって、一人一人ここに人生があるって考えたらやばいな。いやー世界広い、広すぎる。めっちゃ綺麗、ガンジス川すげー。今日はね、実はモディ首相大統領がここのバラナシに来るということで、なんかセレモニーが行われてたらしいんですけど、もしかしたらその関係かな。なんかめっちゃ綺麗。あーバイバイガンジス川。インドの電車ってね、なぜか
時々止まるんですよね。目の前に座ってるインド人になぜ止まるのか聞いたら、信号が出てないからみたいな、行っていいよっていう信号が出ていないから止まるらしいけど、時々止まるのは日本人の僕からすると結構ストレスかも。日本の新幹線みたいにピューと止まらず行ってくれれば気持ちいいんですけど、結構止まるんでちょっとストレスです。チラッと駅に着いたんですけど、この短時間でも物売りのおじちゃんが停車中の駅に物を売りに来てますね。この人何売ってんだろう。なんかベルトみたいなのを体に巻きつけて売ってますね。すげえ、電車の中にまで来た。よっしゃー、ついにブッダ街に到着。一睡もできんかった。今が22時40分ぐらいかな、だいたい40分遅れぐらいで着きました。インドの夜行列車よく遅れるっていう噂ですけど、まあ、40分遅れぐらいなんで全然許容範囲ですね。もうめちゃめちゃ眠いんで、とりあえずゲストハウス予約してるんで、そこまでトゥクトゥクなんかで行って今日は終わろうと思います。ついにブッダ街に入りました。このインドの夜行列車っていうのは駅とか着くんですけど、日本の駅みたいに切符拝見しますとか出口から出るんじゃなくて、何の出入り口もなしで一気に出れます。で、今からトゥクトゥクに乗ってホステルに向かおうと思います。よっしゃー、なんとかトゥクトゥクゲットしたんで今からホステルに向かいます。揺れがすごいな。実はリクシャの運転手って結構癖があって、それぞれこの人は右寄りに座るタイプですね。ずっと体が固がってるんですよ、右に。変な癖に注目しながらリクシャを楽しむことも可能です。最悪や。いや、嬉しいことなんやけど、インドの結婚パレードに引っかかりました。結婚パレードがあると結構渋滞になったり通行止めになったりするので、参加してない側、傍観者からすると結構面倒ですね。参加してたら楽しいんですけどね。さあ、今日泊まるゲストハウスに到着。ドミトリー形式ですけど、誰とも被らないように部屋セッティングしてくれたんで、今日は一人で寝ます。だいたいこれで値段が600円切るぐらい。ちょっと部屋紹介だけして終わろうと思います。なんか謎に広いトイレと、あとはシャワーですね。あったかいお湯は朝しか出ないよって言われたんで、朝にお風呂入ろうかなと思います。こっちがロッカーらしいけど、まあ一人なんで使うことないでしょう。この机がすごいいいなと思って、パソコン触ってなんか YouTube の編集でもしようかなと思います。よっしゃ、じゃあ今日の動画はこの辺で。めちゃめちゃ疲れたし、ちょっと今からもう YouTube 編集するかしないかして寝ようと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画に行ってきます。さあ、部屋に到着しました。どうやらこの2人部屋に泊まるそうですね。これがいわゆる瞑想センターみたいです。